高萩選手、はい、見事な勝利おめでとうございます。試合が終わってみていかがですか。相手はやっぱ外国人と待ってタフでした。倒しきれなかったのは、まあ、相手は20キロ下がったんで体重もすごい重くて思ってた以上にパワーあったんで、まあびっくりしました。結構相手の選手スピードも速かったしパンチも重いように見えたんですが、どうでしたか。いやボクサー上がりっていうのを聞いてたんで、まあ、パンチしかないのは分かってたんですけど、でも打ち合った方が会場は盛り上がるなと思ってちょっと打ち合ってみたんですけど一発もらってね負けちゃダウン取られちゃったら負けになっちゃうんで、逆に蹴りでいこうかなと思ったんですけどタフでした。勝利の決め手はどの場面だったと思いますか。まあ、微妙だと思うんですけどやっぱり判定も分かれたんで、まあそうですね、まあ、ちょっとの手数だと思います本当、はい、相手は受けてくれたんでその差だと思います。今後の課題や目標などありましたらお聞かせください。やっぱヘビー級でやってる以上は、相手を倒す力がないとやっぱりやっていけないので、もっと力をつけて、はい、頑張ります。なんか変わったトレーニングとかしてるんですか。いや特にはしてないんですけど、ヘビー級なんでちゃんと筋トレを取り組んでもっと体を大きくします。今後の活躍を応援しています、はい、ありがとうございました。高萩選手でした。ありがとうございました、はい。